カリーム、アブドゥルイコールジャバー。カリームアブドゥルイコールジャバー。カーリームアブドゥルジャバー。1947年4月16日、ニューヨーク州ニューヨーク市生まれは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。身長218センチメートル。1970年代と1980年代の20年に、渡り NBA の第一戦でプレーし続けた伝説的センタープレイヤー。 類いまれな能力と技術を持ち、数々の記録や受賞歴に彩られたキャリアを過ごす。史上最高のセンターが誰かを論ずる際にはしばしば、挙げられる人物であり、史上最高の選手と言われることもある。元の名は、ルー・アルシンダー、ル・アルシンア、本名は、ファーディナンド・ルイズ・アルシンア、ジュニア、だったが、イスラム教に改修した1971年に、現在の名前に改名している。 アラビア語で、カリームは、尊い、アブドゥルジャバーは、偉大なもの、神の僕を意味する。バスケットボールに出会ったのは6歳か7歳の時で、当時は、野球の方に夢中だった。他にも、水泳やフットボールをしていたが、それが後に役に立ったという。ニューヨーク市のパワーメモリアル高校に進学。ハーレム界隈で最も背が高い高校生だった。 アルシンダーはチームを95勝6敗という記録に導いた。高校はマディソンスクエアガーデンの近くだったため体育館にプロの選手が練習に来ていた。その中でコーチにボストンセルティックスのプレーを見るよう言われたという。すでに注目を集める存在だった。彼は卒業後強いチームでプレーするためユーシアレイへ進学する。諸説としてカリフォルニアの華やかさと 女子学生にモテたいから選んだということも言われている。当時、NCAA は1年生のベンチ入りを認めていなかったが、練習で彼は1年生チームを引き、当時の全米大学チャンピオンだったユーシアレイの1、軍チームに勝ってしまった。2年生になり、主力選手としてプレーするようになると、各種の年間最優秀選手や、オールアメリカンに選出。ジョン デ監督の元チームの1967年から3年連続で、NCAA トーナメントを制覇する原動力となり、3度のトーナメント最優秀選手賞、ネイスミス賞なども受賞している。アルシンダーが在籍した当時の u シアレイ、バスケットチームは、NCAA トーナメント7連覇など最強だった時代で、在学中にアルシンダーはほとんど敗戦を経験しなかった。 しかし、対戦相手に目を責められ、角膜を損傷して入院するという浮き目にもあっている。その角膜がまだ完治していない時にエルヴィン・ヘイズ率いるヒューストン大学と対戦し、ほとんど唯一と言っていい敗戦となったことがある。エルヴィン・ヘイズは、対戦前に、アルシンダーを、あいつは、ウドの大木だと罵り、それが注目を集めて、開催地が大きなアリーナに変更された度だった。 この当時の NCAA は、カンザス大学のウィルト・チェンバレンがあまりに破壊的なプレーを見せた後であった。新たに入学してきたアルシンダーの段違いの能力を見せつけられた関係者は、他の大学生たちが彼らの真似をして派手なプレーに分かり、走ることを心配し、また、長身選手に有利になりすぎないようにとダンクシュートなど、いくつかのプレーを禁止にしていた。しかし、アルシンダーはその判理を、 スカイフックというシュートを身につけることで克服している。そして1969年 NBA ドラフトでミルウォーキーバックスに全体1位で指名を受け同チームへ入団する。1969から70シーズンプロ1年目から支配的な活躍で前年27勝55敗だったバックスを56勝26敗の地区ニ位へと押し上げる。 一試合平均28.8得点はリーグ2位、14.5リバウンドはリーグ3位の記録で最優秀新人賞を受賞した。1970から71シーズン、バックスはオフにオスカー・ロバートソンを獲得、チームは20連勝などを含むシーズン66勝、リーグベストを挙げる。アルジンダーはこの年、一試合平均3 1七得点十六。 リバウンドの成績で初の得点王シーズン MVP を獲得する。プレーオフでは通算12勝2敗と他を寄せ付けず、特に NBA ファイナルではブレッツに4連勝、スイープで勝利。ここでもアルジンダーは初のファイナル MVP を受賞した。1971年オフにカトリックからイスラム教へ改修。 同時に、カリーム・アブドゥリー・コール・ジャバーへと解明する。迎えた1971から72シーズン、前年に引き続きチームを地区主位に導き、自身も、平均34.8得点の成績で2年、連続得点王、MVP のタイトルを獲得する。1973から74シーズンには、平均27得点、14.5リバウンド、 トータル283ブロック、フィールドボール成功率、539、すべてリーグ4位以内という成績を残し、プロ5年目で3度目のシーズン MVP を獲得している。この年チームは再び NBA ファイナルへ進出し、ボストンセルティックスと対戦する。シリーズの第6戦では、試合終了間際にアブドゥルジャバーの放ったスカイフックが見事に決まって、 バックスの勝利となった。しかし、結局第7戦は、ボストンセルティックスの勝利となり、バックスはシリーズに敗れている。1975年オフ、アブドゥルジャバーはバックスで、輝かしい実績を残しながらも、ミルウォーキーから離れることを希望し、大学を過ごした、ロサンゼルスか出身地のニューヨークへのトレードを要求る。GM はこれを承諾し、4選手と引き換えにアブドゥルジャバーを、 ロサンゼルスレイカーズへ放出した。1975から76シーズン、アブドゥルジャバーは入団1年目から低迷していたレイカーズに前年を10上回る、勝ち星をもたらし、4度目となる MVP に選出されるがチームはプレーオフに進出できず。1976から77シーズン、チームを リーグ最高となる53勝29敗の成績に導き5度目の MVP に選出された。プロ8年で5度 MVP を受賞した選手はビル・ラッセルとアブドゥル・ジャバーだけである。しかしプレーオフではレイカーズは西地区決勝でポートランドトレール・ブレイザーズに0勝4敗で敗退している。ブレイザーズのセンターはユーシアレイの後輩ビル・ウォルトンで、 ロサンゼルスでの初の優勝に燃えるアブドゥルジャバーは、ウォルトンを圧倒し、レイカーズを倒せても、アブドゥルジャバーは倒せないと言われたほどの活躍を見せたが、チーム力では劣ることを証明してしまった結果になった。1977から78、78から79シーズン、アブドゥルイコールジャバー自身は例年並みのスタッツを残すが、チームは平凡な成績に終わる。 レイカーズは、この間、ユタジャズとのトレードで1979年のドラフト一順一位の指名権を手に入れた。1979年 NBA ドラフトで、レイカーズは、マジック・ジョンソンを指名。開幕戦で、アブドゥルジャバーが試合の終了間際にスカイフックを決めて、勝利し、アブドゥルジャバーに喜んだマジック・ジンソンが抱きついた。1979から80シーズンは、 レイカーズは競合へと戻り60勝を挙げ、アブドゥルジャバーは6度目の MVP を獲得する。プレーオフでも各チームを順調に撃破し、NBA ファイナルではフィラデルフィアセブンティー・シクサーズと対戦。アブドゥルジャバーの大活躍もあって、レイカーズが3勝2敗と優勝に王手をかけたが、第5戦の最中にアブドゥルジャバーは足を捻挫してしまう。第6戦は、アブドゥルジャバーは、 欠場を決め、第7戦に備えて、フィラデルフィアに移動せず自宅で静養することになった。しかし、第6戦では、マジック・ジョンソンが、アブドゥルジャバーの代わりにセンターを務め、42得点の大活躍でレイカーズを優勝に導き、ファイナル MVP にも輝いた。しかし、アブドゥルジャバーは、本当は自分こそが、MVP に選ばれるべきだったと後に発言し、マジックも、 このファイナルの MVP はカリームだと語っている。1984年4月5日のジャズ戦、マジックのパスからスカイフックを決め、通算3万1420得点目を記録、ウィルト・チェンバレンを抜いて、通算得点歴代1位となった。1984年のプレイオフは、レイカーズは過密日程に苦しみながらも西地区のチームをすべて退け、 NBA ファイナルでレイカーズの宿敵であるボストンセルティックスと対戦。大学時代からのライバルであるマジック・ジョンソンとラリーバードの対決に全米は湧いた。アブドゥルジャバーは第一戦で変頭痛に苦しみながらも36得点を上げる活躍を見せてシリーズを先する。しかし第二戦ではレイカーズのいくつかのミスを巧みにセルティックスに疲れ、第四戦では 試合中の乱闘によって集中力を乱され、延長の末に、レイカーズは敗退し、シリーズは2勝2敗に追いつかれる。そして第5戦では、寒冷なはずのボストン氏が異常気象に襲われ、会場のボストンガーデン内が42度以上の猛暑になるという異常事態となる。この試合で、暑さによって、レイカーズの選手たちは動きに制裁を書き、この試合を落としてしまう。アブドゥルジャバーは、 特に暑さに弱く、試合後、まるで泥の中を走っているような気分だったと語った。レイカーズは、第6戦に勝利したもの、再度会場を、ボストンガーデンに移して行われた、最終戦に敗退。レイカーズの面々には、ボストンのファンから罵声が浴びせられ、屈辱的な敗戦になった。前年の雪辱を果たすべく、翌年も西地区1位となり、 プレーオフを勝ち抜いてレイカーズは NBA ファイナルに進出し、ボストンセルティックスと再戦する。ところが NBA ファイナル第一戦、38歳のアブドゥルジャバーは、セルティックスのセンター、ロバート・パリッシュに12得点、6リバウンドに抑えられ、レイカーズも148対118と大敗を喫してしまう。この試合はメモリアルデーの虐殺などと言われた。 しかし試合後にヘッドコーチのパッドライリーに繰り返し自分が失敗するシーンのビデオを見せられたアブドゥルジャバーは第2戦で奮起30得点17リバウンド8アシスト3ブロックを記録し勝利レイカーズは結局4勝2敗でボストンセルティックスを下してチャンピオン取りアブドゥルジャバーは1971年以来18年ぶりにファイナル MVP となる パッド・ライリーは、アブドゥル・ジャバーのプレイぶりを、そこに情熱を見たと絶賛している。1986から87シーズン、40歳となった、アブドゥル・ジャバーは初めて平均得点が20を下回ってしまう、17.5得点。40歳近くまで、アブドゥル・ジャバーはチームで最も得点の多い選手であり続けた、このシーズンから、チームの中心は、 マジック・ジョンソンに移るようになる。しかしレイカーズは1987年の NBA ファイナルでボストン・セルティックスと80年代で3度目となる。対戦をし、4勝2敗でセルティックスを下しチャンピオンとなる。このシリーズでもアブドゥルジャバーは優勝を決めた第6戦で終了間際に立て続けにシュートを決め、ロバート・パリッシュからファウルを受けながらもスカイフックを決め、パリッシュを ファウルアウトで退場に追い込んだ。この試合で、アブドゥルジャバーは32得点を挙げ、40歳にして、まだ実力は衰えていないことを証明した。優勝達成後、ロッカールームでの祝勝会の最中、ヘッドコーチのパッド・ライリーが突如、来年も必ず優勝すると、前代未聞の連覇公約をする。ライリーの狙いは、レイカーズの選手たちがセルティックスを倒したことだけに、満足せず、 連覇によって歴史に残るチームになるという目標を突きつけ、選手たちのさらなる奮起と向上を即すことにあった。しかし日常から精神の平穏を重視し、投手は自分で作り上げていくスタイルであった。アブドゥルジャバーにはオフシーズンの間も話題になりぞくる連覇公約のプレッシャーはこの上なく不快なものであった。後々までアブドゥルジャバーはあの発言のせいで、 オフシーズンも落ち着くことができなかったと文句を言い続けていた。1987から88シーズン、レイカーズは62勝し、7年連続で西地区1位でプレーオフに進み、1回戦を3連勝で通過する。しかし、対戦チームの予想外の頑張りとレイカーズの選手たちの疲労やけが、連覇公約の重圧によって2回戦以降は全て最終戦までも釣れるという、 それまでの NBA 史上最も長引いたプレイオフとなる NBA ファイナルでデトロイトピストンズに先に大手をかけられながも第6戦第7戦を僅差で制しレイカーズは1969年以来19年ぶりとなる NBA 連覇を果たす連覇達成にはクロッカールームでの縮小会でパッドライリーにテレビのレポーターが今度は3連覇を宣言していただけないのですか と質問するとアブドゥルジャバーはすかさずタオール背後からライリーの口に押し込み、それ以上何も言えないようにした。1988から89シーズン42歳になったアブドゥルジャバーは開幕前にこのシーズンを最後に引退すると表明した。この頃にはジャバーの出場時間はかなり短くなっており、控え選手に交代している時間が長かった。しかし、 それでもレイカーズは、マジック・ジョンソンらの援熟期の活躍で、西地区1位でシーズンを終え、プレーオフでは、西地区のすべてのチームを無敗で退け、NBA ファイナルへ進出した。3連覇が現実のものとして見えてきたが、昨年の復讐に燃えるデトロイト・ピストンズとの対戦は、レイカーズに故障者が続出したこともあって0勝4敗という、無残なものあった。アブドゥル・ジャバーはそれでも、 第三戦で24得点、13リバウンドと奮闘するが勝利には至らなかった。アブドゥルジャバーはこの NBA ファイナルを最後に引退した。この年のアブドゥルジャバーの成績は、レギュラーシーズンではキャリアで初めて、フィールドゴール成功率が5割を切り、475平均得点も最低となる10.1得点であった。大学時代、NCAA は彼が原因で、 試合中のダンクシュートを禁止したほどだった。そのために編み出されたのが有名なスカイフックというシュートだった。通常のフックシュートはゴール近くの混戦の中からボールをゴールに押し込むために打つか、ゴール前に立ちはだかる相手選手にブロックされないために自分の体の幅を使い相手の頭上を越してゴールを狙う。手を離れたボールはアーチ状の軌道を描いてからゴールへ落下するが、 スカイフックはゴールよりも高い位置から投げ下ろされるため、ブロックは不可能、シュートの際、ゴールよりも高い位置の落下するボールに触れたら、反則となる。さらにアブデルジャバはこれを、左右両方の手で打つことができた上にスカイフックを、相当な遠距離からも楽々と決めることがきた。普通の選手なら、ジャンプシュートを使うようなペイントエリアの外側、ゴール下の人垣の外側から、 パスをもらうとすぐさま振り向いて、スカイフックを決められるので相手にすればこれほど目がたい、プレイヤーはいなかった。アブドゥルジャバーの長いプロキャリア、高いフィールドゴール成功率は、スカイフックによって支えられていた部分が大きく、彼のトレードマークとも言える武器であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。